モガディシュ、またはモガディシュオは、ソマリアの首都、インド洋に面するアフリカ東端に位置する。2012年に成立したソマリア連邦政府の統治下にあり、議会や大統領府が置かれている。休業制区画では、バナディール州に属している。人口統計は、内戦が継続していることから、公式な統計は存在しないが、バナディール州の人口は約165万人で、都市圏。 の人口は226.5万人と見積もられている。人口増加が著しく、2050年に657万人、2075年に1594万人、2100年の人口予測では3637万人を数える世界19位の超巨大都市となる予測が出ている。モガディシュは英語、ドイツ語などで用いられる名称で、イタリア語やフランス語、 スペイン語などでは、モガディッシュ、モガディッシオと呼ばれる、公用語である、ソマリ語では、ムクディッシュ、アラビア語では、マカディッシュと表記される。名前の由来は明らかではない。一説によると、シャアの玉座を意味するアラビア語のモッカドシャアの、ソマリ語表現と言われているが、他には、スワヒリ語で、最北の都市を意味するマワマのソマリ語表現という説も、ある。1 9八十年代の街並みモガディシュの、 住居地域とアメリカ軍のヘリコプターモナディッシュの地には900年頃アラブ人や黒人の植民者が定住し12世紀初頭にはアフリカ東海岸における一大商業拠点にまで発展しその交易の様子は14世紀に訪れたイブンバトゥータが記している15世紀にはテイワの戦団の訪問を受けている16世紀にはポルトガルの支配下に入った 1871年にザンジバル島のスルタンにより征服され、1892年にイタリアの咀嚼地となった。イタリアは1905年にこの都市を買い上げ、イタリア領ソマリランドの首都とした。第二次世界大戦中はケニアを拠点とするイギリス軍に占領された。1970年代より続くソマリア内戦では、1990年に反乱軍側がモガリシュを奪取した。 その後、反乱軍内部の部族間、派閥間の構想が激化し、都市は大きく破壊された。1992年から1995年まで内戦に介入した国連の平和一軍が駐留したが、1993年10月には派遣されたアメリカ軍と ID ド派の地元民兵の間に戦闘が発生し、アメリカ軍兵士に十8人、平和一軍のマレーシア兵に1名の死者、 ソマリア人にも多数の死傷者が出た。現在のモガディ氏は人道支援者への襲撃や部族間抗争が依然として続いていることから極めて危険な状態にある。国際的に認知されているソマリア暫定連邦政府の所在地でもあったが、2006年6月にイスラム法廷連合がアメリカの講演を受ける平和の回復と対テロ同盟を破って実効支配を開始した。 厳格なイスラーム法を施行する UIC により治安は回復し、モガディシュ国際空港や港湾も開放され、アラブ首長国連邦との通行が行われたという。だが情勢はむしろ悪化しており、2006年12月28日、ソマリア暫定連邦政府軍がエチオピア軍の支援のもとにモガディシュを一時制圧し、アフリカ連合軍が治安維持に当たった。 その後もイスラム武装勢力とソマリア暫定連邦政府とが勢力確立を争っていたが2008年8月のソマリア暫定連邦政府と UIC の後ろ身であるアルスの恩恵派グループがジブチ合意に署名2012年9月10日にハッサンシェイク・モハムットが連邦議会により新大統領に選出され就任したことから再び国家首都として機能している モガディシュの荒廃した通りグリーンライン。この通りは北と南にモガディシュを分けるものとな新しい道路ゲジラビーチをはじめ以前はリゾートであった砂浜がある。内戦中は事実上閉鎖状態だったが2011年からはリドで海水浴が復活しているエチオピア中央部からインド洋へ向かって下るシェベル川が街から 30km のところで海岸と平行になり キスマヨ近くで、ジュバ川と合流する。サトウキビ、綿花、バナナの栽培に、重要な水源である。上空から見た町の広がり赤道に近いが、半乾燥地域に分類される。干ばつが頻発する。平均気温は、年間を通じ摂氏30度前後、最低は、摂二25度前後である。4から7月に、雨が多く、1から3月は、降雨ゼロである。 内戦以後経済は回復しているが、依然不安定である。実行政府がないため徴税がなく、従って、歳出計画もない。殺人、爆破など犯罪が多発するため企業は、武装紙幣を雇用している。食料、飲料、繊維が主要産業で、市場では、様々なものが売られている。ソマリアで最大の電話会社、ホーマと通信回線業者のテルコムが本社を置いている。 2011年以降急速に経済回復中、翌年第一ソマリア銀行が設立され、ビジネス環境改善をアピールする技術、娯楽、設計総会を開催。ソマリアエネルギー社はバナーギル地区に送電。2014年ソマリア国際銀行とイスラム保険会社設立。サラームソマリア銀行は住居、土地開発、道路などに融資している。主に、 UAE と中国から輸入するスーパーは夜10時まで営業。ケニア、エチオピアに通じる道路がある。アデンあって国際空港がある。モガディシュ港はソマリアの使用港として実質的に自由港のため国際的によく利用されている。しかし付近の海域は海賊が出没するためリスクを伴う。モガディシュ港鉄道は現存しない。 教育施設としては1954年創立の国立ソマリア大学があるが内戦により閉鎖状態であった。1997年に再オープンし英語のウェブサイトも整備されている。また、サウジアラビアのイスラム開発銀行ほかが資金援助する私立モガディシュ大学には国内で修士号を取得したい何百人もの学生が集まっている国立大学教授や 知識人が指導に当たっている、デンマーク、エジプト、スーダン、ジブチ、イエメンなどの大学と連携している。他に民間企業人を育成する、ソまり、経営管理開発学校がある、モガリシュ大学、ありがとうございます。